皆さん、こんにちは。とうこです。少女 A. ね、中森明菜さんの。この曲はね、あのー。最初。いただいた時に。明菜ちゃんは。あの母親にね。私こんな歌を歌いたくないって。言ったそうなんですよ。あの。タイトルがね、ちょっとこう。犯罪者みたいな。 ね、タイトルじゃないですか、えー、まだね、あのー、今で言う子供ですよまだね明菜ちゃんもだから、あのー、こういうイメージがねつくのも嫌だしっていうのでね、あのー、だいぶこのタイトルが気に食わなかったそうででもお母さんが「 あのもうそんなことねって <coughs> 言ってられないのよってもうあのーね、皆さんにこう表現者として伝えていくね立場にもなっているんだからっていうことでねあの,ー、歌,なあの歌い上げたっていうはいとても嫌そうには見えないねあのー、世界観の出し方でさすがプロだなっていう。少女、A っていうタイトルは嫌だけども少女 A のねあのこの歌詞の内容の世界はきちんとあの視聴者の方に伝えるっていう伝えられるまた明菜ちゃんがすごいですよねあの年の明菜ちゃんとかがねはいということでやっていきましょう少女 A ね A がいるなら B もいるのかっていうねはい じゃあやっていくよ。うわ目づかいに盗んで見ている青い葉。あ、ごめん、こう切っちゃった。切らない。うわ目づかいに盗んで見ている青いあなた。うんとね、うわ目づかをちょっとね、ホールで落としてあげるの。うわ目づかいにじゃなくて。 「うわめづかいに」っていうしゃくりでもない「うわめづかいに」ね「盗んでみている」ここ口を開けたままでベロで舌をうまく使って発音していきますよ「盗んでみている」ここねいちいちあのー 表情筋使って言ってたら間に合わないですしそれって響かない声ですし、えー、かといって「盗んで見ている」ってやるととてもだらしなく感じているのであの感じてしまうえ私言ってること大丈夫だらしない印象を与えてしまうリズム感が整ってないと。だから 上目遣いに盗んでみているここはしっかり言いますよ青いあなたのこの「あ」も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 抜くようわせーの「上目遣いに盗んでみている青いあなたの視線がまぶしいわ」「テレレ」「テれレレレレレ,レ」っていくわけね 青いあなたのここもねおろすよあなたの視線がまぶしいわここでちょっと、えー、インパクト持たせてあげるためにアクセントつけますまぶしまぶしいって視線がまぶしいわここはブツッと切る一緒に歌ってみましょうせーの 上目遣いに盗んでみている青いあなたの視線が眩しいわ息が続かなかったゆっくりすぎてもっと早いもんね早くやってみようせので「上目遣いに盗んでみている青いあなたの視線が眩しいわ」「テレレテれレレ,レレレレレ」 思わせぶりにここも一緒思わせぶりに唇ぬらし唇ぬらし唇てれれんタカタンのリズムね唇ぬらしうんとねタカタンは唇ぬらしちょっと今探してますお待ちください唇ぬらしこれ 唇ぬらしぬらしたかたんってやりますよ唇ぬらしきっかけぐらいはこっちで作ってあげるはいここリズムを意識した歌詞になってるのお気づきですかきっかけぐらいはこっちで作ってあげるなのでここの「あ」は切ります あ、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 げるじゃなくてああげる喉で一旦この母音を切ってくださいああげるでこの「げ」は微弱音の「げ」抜くよここは「ぐ」でいいきっかけぐらいはこっちで作ってあげるわかります ここは本当に歌詞っていうよりもリズム優先リズム優先リズム優先ねきっかけだからきっかけぐらいはこっちで作ってあこういうだらしない歌い方をしないでくださいって意味ですきっかけぐらいはこっちで作ってあげる ペレレレレレレ次いわゆる普通の17歳だわ歳だ歳だわここのさあしっかり口開けてくださいここ口開けるよいわゆる普通の17歳だわ女の女の子のこと知らなすぎるのあなたはい。 いわゆる普通の17歳だわ女ここの「お」ははっきり言う。お、お、お、お。わかりますお、おって、うん、歌わない。わざと母音は切りますよ。17歳だわおじゃなくて17歳だわ女の子のことね。 17歳だわ、女の子のこと知らなすぎるの、あなた。ここは切ります。あなた。で、この義は、すぎるのって言わない。すぎるの。日本語の美しさをね、あの、損なわない、綺麗な歌い方をね、アキナちゃんってしてるんですよ。まだこの時代って多分そういう、あの、 シーン裁きっていうのかな、うん、そういうのをね教えていただいてる時代今ねもうそういうのをすっ飛ばしちゃうんですよねなんかもうあのテクニック重視というかそればっかりであの日本語のね美しさをあの損なう損なわないとかっていうところまでボイストレーナーを教えないことが多いですなので、えー、この時代はねこの時代できちんと教えてもらってる 「いいいいいこことなのででれは継承していきたいですねいわゆる普通の17歳だわ女の子のこと知らなすぎるのあなた」ってやります「てれれれれれれ」「そうそう熟なのは仕方ないけど仕方ないけど」ここね早く言うよここリズム大事リズム「そう熟なのはなのは」 仕方ないけど仕方ないけど似たようなこと誰でもしているのよ似たようなこと誰でもここはビブラートかけるとすごくかっこいいですこの「と」だけ似たようなこと誰でもしているのよテレ,レレレレレレって歌ってあげますよ リズムと、あのー、音程ですね、うん、がしっかりとれるとこの曲ってかっこよく歌えるかなって。うん、音程と滑舌はあ二の次って感じかなこれは、うん。リズムとえー、私なんて言った音程と 滑舌って言ったいや滑舌大事だよねリズムが一番大事で次に,にあの喋、ー、るよ喋るんだけど口はねきちんと開くっていうことが大事です、うん、だから滑舌は次に大事その次に音程その次に表現力っていう感じですかね、うん、優先順位はねとにかくリズムリズムちゃんとするこれは。 しているのよ。てれれれれれれ。じれたいじれたい。いくつに見えても、私誰でも。わた、私。私。私だね、ここ。私。じれたいって。たい、じれ。ここは、このじれたいは。のたは。 ちれったいジれたいここはそのまんまここそのまんまこのじれたいとこのじれたいは変えますよ言い方をねだってじれたいもうああじれたいって強調したいから2個二、うん、回ね連呼しているわけなので1回目と2回目同じように歌わないジれたいジれたいここはこっちをしゃくるかな ジレれたいちいれたいもう一回一緒にジレれたいちいれたいねっテクニックのお遊び「ジレれたいちいれたい」 いくつに見えても私誰でもここは誰でもここはねもうすんなり言う誰でも素直に素直に素直に少女 A っつってんのにここは素直にねいくつに見いくつにいくつにいくつここつだなここ跳ねた方がいい 「いくつに見えても」で「見えても」の「ても」を伸ばすことによってメリハリをつけるこことここの違いでメリハリをつけるいくつに見えても私誰でもここの私も跳ねるよ私いくつに見えても私誰でもっていうタッタッタッタラララタッタッタッタララ ね、これもリズム、うーんなのでやっぱねリズムが大事なんですよ。いくつに見えても私誰でもジレたいここも一緒。ジレたい、ジレたい、ジレた,たいって伸ばさないでね。ここちゃんと切るよ。ジレたい、ジレたい。 私は私よ関係ないわここは強くファルテファルテ関係関係この「うん」をしっかり関係関係って言ってあげるじゃないとこの「ないわ」が伸ばすところがねあのダラダラなっちゃう印象を与える 与えて「私は私」「じれたいじれじれ」「じれ」「ごめんなさい」「たいじれたい,たい」私「私は私は私を関係ないわ」「関係」あんまりないと思うけどここ口つむらないでねここハミング「私は私を関係ないわ」 特別じゃないどこにもいるわわたしここも跳ねるよ「特別じゃないどこにもいるわわたし」ここでブレス「少女へわたし」なめらかに降りる降りてください。 特別じゃないどこにもい,いここは軽く軽さが大事が跳ねるから跳ねて伸ばして跳ねて伸ばして跳ねて伸ばして跳ねて伸ばすっていうリズム遊びが面白い歌なんですよねこれだから、うん、と跳ねるところ跳ねるリズミカルにねで伸ばすところ伸ばす この境界線をこのリズムのねメリハリをきちんとするとすごく歌っててもあの難しい感じがしてね実際難しくないんだよでも難しい感じがして楽しいし人にもあっっていう印象を与えるんですねリズムをきちんと取れているとあの人ってねうまく聞こえるっていうあのやっぱりね特徴があるんだよね一つのね音楽って。 なのでそこのそこをねきちんとこうさばいてあげるとすごく面白みのある何回あもう一回歌っちゃおうかなっていうぐらいねあの面白く感じるような曲になっているからやってみてねはいじゃあまたねバイバイ。